国鉄式四十経過車は、九百二十九年から九百四十五年にかけて四十二両が製造された三十トン、積み定少式大物車である。間に、他の形式が入ってしまっているため番号は飛んでおり、式四十式五十九、式二百四十式二百六十一となっている。このうち最後の二両にあたる、式二260式二百六十一は、 太平洋戦争の本土決戦に備えて、大砲の方針輸送などに用いるために、日本陸軍が用意した、私有貨車であった。全長は 12,300mm で、従来の大物車とほぼ同じであったが、大枠構造の工夫により、低勝負はずっと長い 4,800mm を確保した。また、低勝負のレール面上高さはリメートルと低く、これによって、 高い使い勝手を確保して、荷主からの評価が高い大物車となった。これによって、式40型は大量に装備されることになった。台車は、アーチバー式の二軸ボギー台車 TR20 型を2機、装備し、空気ブレーキは、KD180 系であった。式40、式43は、国鉄ナヤ工場。式4、式49は、国鉄浜松工場。 四季五十四季五十九は、田中車両、四季二百四十四季二百四十九は、日本車両製造、四季二百五十から二百五十九は、川崎車両、四季二百六十四季二百六十一は、日立製作所がそれぞれ製造した。このうち四季四十九までは、昭和初期の製造であるが、四季五十以降は、第二次世界大戦末期の製造であった。 四季260四季261については、大阪陸軍造兵省所有で、常備駅は水田駅であった。四季260は、戦災により喪失した。四季261については、終戦後大倉省所管となった後、1958年に国鉄が買い上げて、他の四季40型と同様の扱いとされた。 1966年度から1982年度にかけて順次廃車となった。ありがとうございます。